エレクサアーティストアカデミー東京校のボーカルインストラクター畑中一輝です。この動画ではですね、セブンレイヤーズスインギングメソッドの中級者に向けたですね、動画を撮っていきたいと思います。この動画で説明する内容は裏声に関するお話です。セブンレイヤーの中で言いますと5番目のルール、ヘッドボイスという範囲を説明していくことになると思います。よろしくお願いします。今回はですね、引き続き、オフィシャルヒゲダンディズムさんの、I Love という楽曲のサビをモチーフにして話をしていくんですけれども、5番目のルールはですね、ヘッドボイスになります。で、裏声を出す時の、範囲を確定させるっていうことがまず重要なんですけれども、この楽曲の中でですね、裏声が出てくるところは高まる愛の中、愛の中、成人男性で一旦話を進めていきます。女性の場合はもしかしたらチェストで、ね、出せる範囲が多いと思うんですけれども、一旦男性を中心に考えていきたいと思います。男性の場合ですね、チェストボイスのトップっていうのはソまでとしてもらいたいんですね。クラシックの中ではファまでとされているんですけれども、一旦ソまでチェストボイスで大丈夫です。つまりドレミファソアッハ、ここまではチェストボイスで攻めてもらって大丈夫です。もしここまで高い音が出せないという成人男性の方がいましたら、全然下げてもらっても大丈夫です。例えばドレレレアッハ、ここまではチェストボイスで、レから半を上がったミフラットからは全部裏声みたいな、なのでドレミファソラシェル、こんな感じ、ミから全部裏声みたいな感じで、皆さんそれぞれね、チェストボイスで出せるトップノートっていうのは違いがあると思いますので、ぜひこのあたりはですね、ご自身で測るとか、もしくは、レッスンが再開したタイミングでレッスンの中で先生にこう測ってもらうとか、そういったことをやってご自身のチェストボイスのトップ、測ってみてください。で、一旦ですね、チェストボイスのトップがソまで出せるというふうなテノール歌手を想定して話を進めていくんですけど、この I Love の楽曲の場合ですね、チェストボイスのトップ、ソを超えてしまうラとかがたくさん出てくるんですね。一旦シェアしておきますと、この楽曲は A メジャースケールという楽曲です。 A メジャースケールという、音の流れを使っています。ララシドシャプレミファシャプソシャプラっていうフレーズなんですけれども、この中で作られていますね。で、要は高まる愛の中、愛の、あ、このあの音とかは死の音なので、もう限りなく高いですよね。で、考えた方がいい、愛の中、なはギリギリちょっと下げれるんですけど、チェストに戻せるんですけど、一旦、地声と裏声の切り替えが苦手な人はもうまとめて裏声でいいです。こんな感じです。今、愛の中のところに鍵括弧、ホッチキスの C みたいなマークで囲ったんですけど、この範囲は必ず裏声にしてください。つまり高まる愛の中、愛の中、こんな感じの歌い方になります。変わる心情の中、情の中、情の中、ぶっちゃけこのなとかかで戻せるタイミングではあるんですけれども、一旦難しかったら最後までもう裏声で大きく囲ってもらって大丈夫です。で、レベルが上がってくるとですね、例えば心情の中、この裏声のところをなかのところを地声に戻すとか、心情の中、中でチェストに戻すとかですね、こんな感じでこう切り替える数を増やしていってもいいと思うんですけど、最初はこう切り替えを少なくした方がやりやすいかと思います。三千と輝く姿は、肩は、ガータにもきついかもしれないですね。三千と輝く姿、くからたは、ここまで全部裏声とかですね。まるで水槽の中にいる見たいな、裏声ですね。みたいなって、ヒゲダンの、ボーカルの藤原さんはですね、イレギュラーなところを、チェストミドルといったちょっと難しい声の出し方で攻めてるんですね。イレギュラー、ちょっと地声に近いような声の出し方をしているんですけれども、ここはあえて裏声にしましょう。無理にミドルチェストで攻めなくていいと思います。なので、イレギュラー、レギュラーのところは裏声みたいな感じで、囲っちゃってください。で、必ずですね、こういうふうに裏声の範囲を決め打ちしたところは必ず裏声で出すように、トレーニングしてみてください。で、コツなんですけれども、息漏れゼロの花を使った裏声、これがヘッドボイスの定義なんですね。
息漏れゼロで鼻声を使った裏声、つまり声帯はっはっはっ息を止めた状態ですね。こう口は開いてるんだけれども声帯を閉じてる状態で、そこから空気の振動を上げていって鼻の空間で響きを増幅させて前方に投げる、これが、ヘッドボイスという声の出し方になります。イレギュラーレギュラー、この声は裏声なんですけれどもかなりパワフルに響いているのがわかると思います。でですね、よく間違いがちなのがヘッドボイスとファルセットをごっちゃ混ぜにしてしまうパターンというのがよくあるんですけど、ファルセットっていうのは息混じりの弱々しい裏声、ファルセットは息混じりの弱々しい裏声、これがファルセットの定義になります。なので、レギュラーレギュラー、こんな感じですね。声帯が半開きになっていて空気が漏れている、さらに、弱々しい裏声なのでちょっとこう後頭部を通ったような響きになるんですね。確かにクラシックとかでは後頭部を通すっていう声の出し方もあるんですけれども、声帯が半開きになった状態で奥に響かせるとこんな感じでちょっとマイクに乗りにくいような弱々しい裏声になってしまうので、基本的には角度を奥ではなくて前に集めることをお勧めします。そうするとですね、たかたか高まる愛の中、愛の中、こんな感じの響きになると思うんですけど、一旦それを良しとしてください。一応ですね、この裏声の範囲を決め打ちしたら守るということ、そしてヘッドボイスは息漏れゼロで鼻の響きを使っていく、このルールを基本としてご自身のヘッドボイスをどんどん、広げていってもらいたいなと思います。ただですね、最後にちょっと補足をしますけれども、鼻の響きを集中すると言ってもですね、イレギュラーみたいな、こんな感じのちょっと詰まった鼻声っていうのは使いにくいですし、お客さんにもちょっと不快な印象を与えてしまう可能性があるので、鼻声で響きが集めれたら、余裕があったらですね、喉仏を下げてダンディーな成分、胸の響きを少しだけ加えるっていう風に、心がけてみてください。これもですね、最終的にはミドルボイスという声につながってきますので、イレギュラーね、鼻の響きだけすると、低音の成分が加わって分厚いヘッドボイスに変わってきます。このあたりもちょっと意識するといいかもしれませんね。ということで、ヘッドボイスの範囲を確定させて、毎回ヘッドボイスの声の出し方ルールを守りながら、範囲は必ず、裏声で出す、こういうふうな意識を持って、やってみてください。以上はですね、一応中級編の、ヘッドボイスに関するお話でした。ということで、東京校の畑中一樹でした。